はい、今日は渚にありますこちら慶楽さんに行ってみたいと思います。めっちゃ雨降ってるけどね。場所はね、渚駅から雪が降ってこちら車になってたんだよね。雨が降ってて降れない。はい、中は昔ながらの雑食堂って感じね。で、これがメニューなんだけど、めっちゃ安。ラーメン400円、うどん350円、350円よ。あと軒並み500円とかね。で、今回はこれ肉野菜炒め定食、ご飯は長野県産のコシヒカリだそうです。米が立ってるよね。味噌汁も美味しそう。このボリュームで650円、安っ。肉もたっぷり。これはね、昼からガツンといけちゃうよ。男のザ定食ですよ。うまっ、うん、あ、米がうまいな、また、ね、あ、ひじきがねついてんだけど、ひじき大好きなの。ひじきあったらこれだけでもご飯3杯ぐらいいけちゃうからね。ひじき定食があってもいいぐらいだよ。うまい。慶楽ね、幸楽ではないよ。そんなことを言ったってしょうがないじゃないか、母さん。で、あの幸楽じゃないよ、似てねえし。で、この漫画がまたいい。男心くすぐるね。男塾ですよ、男塾。男塾名物肉野菜炒め定食。はい、江田島塾長になっちゃったけどね、思わず。似てねえな、これも。あー、しかし安い。ここは本当は素晴らしいな。慶楽である。盗んだライスで走り出す、行くあてもわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。